こんにちは。11月9日木曜日です。ご覧のように乗鞍岳ですけども、今週のですね、月曜の夜のですね、雨でかなり雪が溶けました。乗鞍高原もですね、今日までは気温は高めです。ただ明日の雨からですね、かなり気温はぐっと下がりますので、今後はどうなるか分かりません。観光センター周辺のですね、山々ですが、ご覧のように、落葉がもうかなり目立ってきております。観光センター前の駐車場ですが、平日ということもありまして、台数も少なく静かになっております。観光センターからですね、逆向きになりますが、西側から撮影した、今の、景色になります。本当に、もう落葉が進んで、雪が降るのを待っている感じですね。EV 充電スタンドですが、前回撮ったのがもう2年ぐらい前になりますので、ちょっと今の状況をですね、撮影しておきます。前回こちらのやつは壊れていましたが、今は、稼働できるようになってますね。急速充電器というふうになっておりますね。EMP 連携はしておりませんということですね。こちら今使えるようになっております。あとこちら普通のやつがですね、1機。2機使えるようになってます。今の時刻は12時を回っております。秋も過ぎ去ろうとしている乗鞍高原の様子です。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。